アメン、ハレリア、アメン。こんばんは、こんばんは、ハレリア、アメン、ハレリア、アメン。サマさん、こんばんは。イヌさん、こんばんは。ハレリア、こんばんは。リュウさん、こんばんは。ハレリア、ユリさん、こんばんは。ハレリア、アメン、アメン。皆さん、今日はちょっと暖かいかな。今日はちょっと暖かかったでしょうかね。いつもより小泉感が出てる小泉感小泉感が出てますかね。はい、今日はですね、鳩山さんの話をね、この間聞いて、やっとちょっとですね、調べてみることができたんですね。まあ、調べてみると言っても、ニュースを調べたんですが、これはちょっとタイトルにしなきゃいけないんじゃないかなと思わされてしました。数の子さん、こんばんは。アレリア、ですね、もう皆さんご存知だと思うんですが、鳩山元首相がですね、ご夫妻で中国に行かれたんですね。で、中国の南京の南京大虐殺記念館を、訪問したそうですね。で、そういうショックを受けてですね、もう本当に、南京大虐殺が、ないという人はぜひね、一度は見に来るといいということで、要するに記念館にはもう証拠がたくさんあるということですね。だから日本人で南京大虐殺がなかったとかいう人とかね、そんなにひどくなかったっていう人がたくさんいるわけですけど、実際にですね、記念館に行けばいいと思うんですね。記念館に行けばもうそれは、誰でも認めざるを得ない証拠がたくさんあると思いますね。私は行ったことないんです、実はね。本当は私も行かなきゃいけないなと思うんですが、でもね、行かなくても分かります、行かなくても分かりますね。分かんない人はぜひ行くといいですね。行けば必ずですね、これはとんでもないことだということが分かると思うんですね。はい、それではですね、まず、あ、ちょっとアナウンスがあるんですね。あ、まずですね、犬さんがですね、10時からリレー放送しますね。またもう一回最後の方に言いたいんですが、とりあえず、犬さんのコミュニティをちょっと貼りますから、ちょっと待ってくださいね。犬さんのコミュニティ、これ犬さんのコミュニティですから、ぜひ10時から、見てくださいね。で、10時からですね、また放送の最後にもし忘れなかったら言いたいです。もし忘れたら犬さん教えてくださいね。それで、今度の日曜日ですね、今度の日曜日が、27で、この27の日曜日がですね、実は、あ、南京大虐殺記念館は社会党の田辺さんが提案して作った。あー、素晴らしいですね。そうですか。日本の首相の中でその記念館に行った人が、村山元首相と、もう一人誰か行ったって言ってましたね。もう一人誰か行かれたらしいですよ。3人目元首相が、歴代首相はみんな行くべきだと思うんですね。安倍さんも行くべきだと思いますね。政治家はみんな行かなきゃいけないと思うんですね。政治家はみんな、インターネットでね、行かなくても見れるかなと思って探したんですけど、インターネットではなんかその中身が見れなかったので残念なんですが、インターネットで公開するといいと思うんですよね。
で日本人が全部それを見るといいと思いますね。そうすれば日本が犯した罪がよく分かっていいと思いますね。要するに知らないからね、本当にそれ見た。あ、で実際にですね、あの話が飛んじゃいますね。ちょっと話をちゃんとつなげなきゃいけないんですけど、とにかく、あ、画像が出ないね。ちょっと待ってください。あ、インターネットでは難しい。あ、本当インターネットではちょっと難しい。あの要するに27で、そうそうそう、27はあのナチのホロコーストね、ナチのホロコースト記念日なんです。だいたい毎年毎年今ぐらいにあるんですが、27で決まってるのかどうかちょっと分かりませんが、今度の日曜日はナチのホロコースト記念日なので、ちょうど今日と関係がありますね。でどう関係があるかというと、要するにドイツではナチのユダヤ人のホロコーストですね。で東洋では、中国の南京大虐殺、ちょうど同じ時期ですね。だいたい第二次世界大戦ですから、だいたい同じ時期に、1941年から1945年ぐらい、同じ時期にそのヨーロッパと東洋で同じような、ナチというのはナチスですね、同じような大虐殺があった、ね、これは霊的に意味があるんです。このユダヤ人の大虐殺、ホロコーストは600万人ですね。で南京の方は30万人なんですが、全然桁違いに、まあ、あのホロコーストの方が大きいですね。20倍の大きさがあります。だけどもその霊的な意味ではすごく関係があるんですね。それはあの霊的な問題がありまして、その、あ、1月23日国際ホロコースト記念日、あ、でどういう意味かというとですね、あのちょうど1948年に、まあ、イスラエル建国をしたわけですね。で、戦争が終わったのが1945年で、戦争終わってから3年目ですね。戦争終わって3年目にイスラエルが建国したんですが、実に霊的に考えると、サタンがイスラエルを建国させまいとした、その働きではないかなと思うんですね。サタンはイスラエルが建国することを知っていて、それを邪魔する、それがホロコーストではないかと思うんです。では南京大虐殺は何のためかというの、これはですね、私はあの、こういうふうに考えるんですね。つまり、まあ、靖国参拝をした偶像、私よく言いますよね、その偶像崇拝、その偶像崇拝が戦争の動機になるんだよと。で靖国参拝とか天皇崇拝が戦争を起こさせ、それが南京大虐殺を行ったということなんですが、実のところその南京大虐殺の元があるんです。元、はい、これとても難しい質問です。とても難しい質問、はい、南京大虐殺の元は何ですか。はい、皆さん答えてください。南京大虐殺の元は何ですか。これ分かる人いるかな。元は何ですか。うん、元はサタンなんですけど、はい、そう、アンピンポン、分かった人がいましたよ。一人、キリシタンの殺害、そうなんですよ。キリシタン殺害、これも何十万人と言われてるんですが、このキリシタン殺人迫害ね、そのキリシタン迫害のその結果と言いましょうか、延長と言いましょうか、呪いと言いましょうか、その呪いが南京大虐殺ではないかというふうに考えます。つまりその日本の偶像崇拝が隠れキリシタンを殺害しますね。そしてそのキリシタン迫害のその呪いがですね、今度は南京大虐殺に移行していくんですね。そしてそれがですね、まだ日本は悔い改めてないので、その呪いを引きずってるというね、まあ、それとホロコーストどう関係があるかっていうのは、まあ、これから、
見えてくる部分があると思うんですが、このヨーロッパのホロコーストと南京大虐殺が同じ時にあった、これは非常に霊的に深い意味があるんだよということですね。で、南京大虐殺の、まあ、鳩山さんの、ニュースはちょっと貼っとき、参考に貼っときますから、まだ知らない方はですね、これちょっと見てほしいと思うんですが、まずニュースの方がこれですね。これがあの鳩山さんの、ニュースの方ですね。それからもう一個ぐらいあったかな、これかな、これではない、ごめんなさい、どれかな、ごめんなさい、ちょっと今のところからちょっとこう探せるかもしれません、すいません。それからですね、あの南京大虐殺の、 あの、証拠の写真、これ捏造って言われるんですけど、こんなにたくさんあってこれ捏造できないと思うんですが、これちょっとあの残酷な写真なので、あのちょっとこう心臓の弱い方、子供たちは見ないでください。これはすごく残酷な写真です。これはあの、覚悟してみてください。覚悟してね、残酷な残酷な。それからあの映像もあるんですね。映像もね、これもちょっと残酷な映像なので、あの覚悟してみてほしいんですが、こういう映像もありますね。写真写真は載せなくてもいいですが、何かこう、URL は載せて、そしてあのこれはちょっとショックな写真なのでって書いておけばいいと思うんですね。子供がですね、不用意に見るのは良くないと思うんですね。そうですか、はい、わかりました。とにかくですね、そういうあの南京大虐殺ということは事実あったということですね。そして問題は、日本の問題点はそこに執着するんだよということですね。あの私はあの日本のリバイバルをこう願って伝道してるんですけども、日本が、ね、悔い改めるために、神様がこの南京大虐殺ということを通して日本人が悔い改めやすくしてるんではないかと思うんです。日本には日本の罪というのがあるんですね。で、日本の罪、その日本の罪の一番大きいのがそのキリシタン迫害で、2番目はこの南京大虐殺ではないかと私は思うんですね。で、その日本があの救われるためには、日本が悔い改めなきゃいけないんですけれども、その、日本が悔い改めるためには、悔い改めるそのきっかけというか、悔い改めやすくするものがあります。でそれがですね、南京大虐殺とキリシタン殺害ですね、迫害ですね。で、結局のところ、そのドイツではね、ドイツではホロコーストを悔い改めて、謝罪していますね。ドイツは本当に、ちゃんと謝って悔い改めてます。で、日本だけが、開き直ってますね。戦争を開き直ってます。非常に卑怯な国です。卑怯な国ですね。しかし鳩山さんはちゃんとその証拠を見てですね、証拠を見て悔い改めて謝罪しました。それが本当の日本人だと思いますね。大和魂というのは、隠したりね、嘘ついたりするべきじゃないですね。大和魂という言葉を使っていいかどうか分かりませんが、日本人、本当の日本人は逃げないで、嘘つかないで、開き直らないで、正々堂々と悔い改めて、切腹する必要はないですよ、切腹する必要はないですけれども、
イエス様が十字架にかかって死んでくれましたから切腹する必要はないですけども、しかしきちっと切腹するぐらいの、日本人は謝罪するべきだと思いますね。恥ずかしいですね、日本がそういうふうに罪を、言い逃れて弁解するのは非常に恥ずかしいね。まあそれはですね、罪人だから仕方ないといえば仕方ないんですけど、日本がこれからですね、新しい日本になるためには、世界にね、恥ずかしくない国になるためには、きちっと悔い改めて、きちっと謝罪して、世界に対してですね、隠れて言い逃れするような、そういう、汚い態度じゃなくて、正々堂々とですね、謝罪して謝るべきだと思います。それがですね、日本が救われる、唯一の道ではないでしょうか。ね。聖書にそういうちょっと書いてあります。見てみましょうね。第一ヨハネの1:8ですね。第一ヨハネ1:8、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の言葉は、御言葉は私たちのうちにありません。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。結局ですね、南京大虐殺の罪を認めたくないというのは、まさに罪人が神様に対して罪がないと言ってることだと言ってることですね。聖書によると、人間はみんな罪人だということですね。人間はみんな罪人。罪のない人間は一人もいないということです。で、神様が人間は罪があると言ってて、で、人間の方が罪がないというならば、神様を偽り者とするということですね。私には罪がないというのは、神を偽り者と していることになります。また自分を偽っていると言ってるんですね。自分に罪があるということは、自分が誰でも知っていることなんです。だから、私には罪がありませんというのは、自分を偽ってるし、また神を偽ってるということですね。それで、私たちは、その自分の罪を認めたくない、ね、そしてその十字架によって、その罪が許されるということを受け入れるためには、自分は許されなければいけない罪があるということの中で、ああ私は罪がある、ああ私は許されなければならないということで十字架を必要とします。私は信じません、私は悪いことしてません、私は許される必要ありませんという人は、結局それは、偽り者だよと言ってるわけですね。偽り者ですから、それが国家的な問題になると、個人の問題でもありますけど、その国の問題として言うならば、日本は悪いことしてません、日本は、正しかったですと、結局同じことだということですね。だから日本が神様に対して居直っている、ね、開き直っている、神様に対して罪を認めない、結局それが南京大虐殺の罪を認めないことになるんです。ですから日本が救われるためには、南京大虐殺の罪を認めて、悔い改めて、イエス・キリストを信じなければ、イエス・キリストを信じなければ日本の罪は許されないんだ。隠れキリシタンの殺害の罪も含めて、
あらゆる日本の罪、日本が犯してきた罪、日本が、その、してきた様々な罪、その罪を認めなければ日本は許されないよということですね。それを分かりやすくしたのが南京大虐殺の罪です。ですから、この南京大虐殺のことはですね、日本のリバイバルのためにとても大事なポイントではないかと思うんですね。日本のリバイバルのために、日本の救いのために、この南京大虐殺の問題は正しくクリアしなければならないと思います。そのために、鳩山さんが、記念館に行ってくれたことは本当に嬉しいです。ぜひ皆さんでですね、まだ南京大虐殺がなかったとか、大したことなかったという人は、ぜひ、南京に行ってください。ね。見てください。実際自分の目で見てください。鳩山さんのように、謝罪すると思いますね。謝罪するようになると思います。そういうわけで、鳩山さんご夫妻が行ってくれた、ね。その記念館に行ってくれたことはもう本当に良かったと思いますし、行っただけじゃなくて、ね、その謝罪してくれたことは本当に良かったと思います。これは日本のなんかリバイバルを、の兆候の一つではないでしょうか。日本のリバイバルの兆候。ね。これは本当に、日本がこれから救われる兆候の一つではないでしょうか。日本はですね、戦前ですね、ちょっとこう、日本人はそういう悪いことをしたって、侵略戦争だったっていうところがあったんですよ。私の世代の時はですね、そういうことがありましてね、まあ、日本は悪いことした、日本は侵略戦争したという、そういうことはですね、まあ、常識だったんですよ、私の世代ね、もっと古いです、戦後すぐの時ね。そんにもかかわらずですね、だんだん最近、右傾化してるってよく言われますけど、ネトウヨの人も増えてですね、もう南京大虐殺がなかったなんていう話がですね、逆にですね、せっかくですね、こう、敗戦で、こう、日本がいい方向に行こうとしたのに、戦後68年ぐらい経ってから、また元にですね、また戦前の方に戻ってきてる。これは昨日もちょっと放送しましたけど、これ危ないですね。これ危ない。日本が右傾化して危なくなっております。だから、祈んなきゃいけない。祈んなきゃいけない。どうして若い人がね、戦前のと同じような考え方をする。これ本当に私も不思議ですね。私ぐらいの世代はですね、戦争は悪かった、いけなかったっていう、そういうことが分かったにもかかわらず、また今の若い人はね、また戦前と同じような考え方になってる。これは非常にですね、不思議な感じです。これやっぱり霊的な問題でしょうね。この戦前の戦前の悪霊がですね、また今の若い人たちにこう張り込んでるような、ね、戦前の悪霊が、日本の若い人たちに張り込んでるんではないかなと思うんですね。じゃちょっと皆さんにちょっと質問してみます。これはちょっと意地悪な質問ですが、なぜ今の若い人たちは戦前のように、右翼になってるんでしょうか、ネトウヨになってるんでしょうか。どうして今の若い人たちは戦前のようなネトウヨになってる、その理由を言ってください。私知りたくてしょうがない知りたくてしょうがない。ぜひ言ってください。なぜ若い人はもっとね、この国際的になるべきなのになぜ民族主義的になってるんですか。はい、なぜネトウヨになったんですか。外国に行かないから。左翼が不甲斐なさすぎるから。領土問題、本当の事実を知らないから。外国が信じられないから。日本を誇りたいから。
メディアの影響、メディアの影響、メディアは右翼的なんですか？最近なんか右翼的になってると聞いてるけど、うようよいるから、うようよいるから、うようよいるからネット右翼ですか？左翼が嘘ばっかり言うから、放送が過激だから。なんか納得するような答えがちょっとないんですが、まあこれはね、やっぱり霊的な問題だと思いますね。霊的な問題、霊的な問題、やっぱりですね、この国際感覚が欠如してるんじゃないかと思うんですね。国際感覚、国際感覚っていうのがありまして、まあ、国際感覚が正しいというわけじゃありませんよ、国際感覚の方が正しいというわけじゃないんだけども、やっぱりその民族主義って言いましょうかね。まあ、罪っていうのは、あれでしょ、罪っていうのは、自己中じゃないですか。自己中、自分中心ね。まあ、それをですね、国家的にすると民族主義なんですね。だから、イスラム教も一種の民族主義的なところがあるし、まあ、いろいろ民族主義っていうのはやっぱりその自分の国はいいけど他の国はダメみたいなところがありますね。だから、その、まあ、それは中国にもあるし、韓国にもあるし、世界中にそれはあるんです。例えばアメリカだったら、KKK っていうのがあるでしょ、白人主義ってありますね。あれも民族主義ですね、白人主義。ドイツの ナチズムも結局ゲルマン主義でしょ、ゲルマン主義が、ゲルマン主義がこう優秀だとかいうね、ネオナチって知ってますか、ネオナチ。ネオナチっていうのはね、ナチの新しい版、新しい版で、ネオって新しいって意味なんですよ。ネオナチ。だから、ネオナチっていうのは、その、新しい若い人でナチズム的な発想をしてる。だから、ある意味で、ネトウヤは、日本のネオナチみたいなもんだと思うんですね。日本のネオナチ。要するに、ネオナチも民族主義で、外国人を嫌う。外国人を嫌う。ね。で、日本のネトウヤも外国人を嫌うでしょ？で、その、ネオキューちゃん？何ネオキューちゃんっていうの？ネオキューちゃんって何ですか？それでですね、結局ですね、その、ネトウヨとかネオナチとかいうのは結局ですね、民族主義なんです。民族主義。そしてその民族主義っていうのは、どっちかというと、やっぱり外国人を嫌う。自分の民族だけ、自分の国だけ、ね、自分の国が大事。これがですね、結局、国家的な罪なんですね。個人的な罪っていうのと、国家的な罪っていうのと、まあ共通点があるんですね。個人的な罪っていうのは、そういう自己中ですね。自己中。この自己中が、国家的な、個人的な罪ですが、国家的な罪は民族主義なんです。ね。民族主義。ですから、ぜひ皆さん、そういうことを知ってください。南京大虐殺も、結局、ね、中国人は人間じゃないみたいな。中国人、韓国人は人間じゃないということで、そういう日本人だけが人間みたいな、そういう、人種差別的な、ね、傲慢な、なんかゴーマニズムっていうのありますけど、まさにゴーマニズムが、ゴーマニズムが罪と言ったのもいいぐらいですが、ゴーマニズムが結局外国人を殺すんです。ですから、私は南京大虐殺を通して、日本は、ね、神に対する罪というものを認識するべきだと感じます。ですから、神様が戦後67年、尖閣問題を通して、このことを今、教えようとしてるんだと思います。尖閣問題も結局は、民族主義、
人間の罪の結果の問題だと思います。ですから、私はこのことは日本のリバイバルのためのまあステップ、大きなステップではないかと思います。ですから、この南京大虐殺ね、これは本当に、残酷です。さっき写真見た方もいると思うんですが、すごく残酷で残忍で、まさに悪魔的なんですね。悪魔的、つまり罪というのは悪魔の心なんだよ。罪というのはまさに、悪魔がすることなんだよということです。で、さっきの写真見た人もいると思うんですが、まさに地獄ですね。まさに地獄へ、地獄へです。地獄っていうのはああいう本当に残酷で残忍な、そういうことをね、あれなんですね、残忍なことをするようなそういう、場所です。神様はある意味では南京大虐殺を通して地獄を教えていると言ってもいいかもしれません。地獄というのは罪によってこうなるんだよ、罪によってこういうことなるんだよというような感じですね。はい、それではですね、あと何かあったかな、まあ本当に鳩屋さんね、以前小沢さんと仲良かったのであまり好きじゃなかったんですけども、まあもちろん鳩山さんはクリスチャンではないと思うんですが、鳩山さんの弟さんがクリスチャンとか言ってたかな、まあ、ちょっとよくわかりませんが、鳩山さん夫妻でね、そういうふうに謝罪してくれたというのは本当に嬉しいと思います。まあ、日本全体が謝罪しなきゃいけないと思いますね。日本全体が謝罪するべきだと思います。これを見せた方がいいのかな、ちょっとですね、これを見ていただいて、この中で皆さん好きなのを選んでいただいた方がいいかな。じゃあ一応こうもう一回こうニュースを貼りますから、この鳩山さんの記事これで見てくださいね。それからもう一回ちょっとこれはもう一回写真ですか、南京大虐殺の写真ですが、ちょっと非常に残酷なので覚悟のしてみてください。子供の方は見ないでくださいね。それからこれは映像の方ですね。映像の方の、これも残酷ですので気をつけてみてくださいね。はい、これだけの証拠があってですね、こんなに証拠があって捏造なんていうのはもう論外ですね。論外、あまりにも論外ですね。まあ本当に、そしてね、南京だけじゃないんですよ。南京だけじゃない、私ねシンガポールにも行ったんですが、シンガポールでも残酷なことしてるんです。で、韓国でも残酷なことしてるんですね。だから日本は南京だけ大虐殺したんじゃないんです。あちこちで大虐殺したんですね。もう本当に野蛮なことばっかりしたんですね。もちろん日本だけじゃないですよ。世界中でそういう戦争の時にいろいろ虐殺はあるんです。もちろんアフリカとか、アフリカの内戦とかね、でスターリンとか毛沢東とか、カンボジアのポルポトとかね、もうたくさん、もう世界中虐殺だらけですよ。だから日本だけじゃないんです。日本だけじゃないんだけど、それは結局は人間の罪なんだよということですね。人間の罪で、悪魔の言うことを聞いちゃってるんだよということですね。だから大事なのはね、そういう悪魔によって個人も国家もその悪魔によってね、悪いことしてるんだよ。で、その悪いことをしてるということをまず理解して、悔い改めて、そして、そのイエス様を信じて、イエス様を信じるということが結局のところ、罪が許されることなんだよということですね。
鳩山さんよく言ってくれましたね。鳩山さんよく言ってくれました。本当に嬉しいです。これから日本はね、罪を悔い改めて、リバイバルを起こす一つの、この印ではないでしょうか。日本がリバイバルを起こす印ではないでしょうか。先ほどあの話あったんですが、あの1月、今月からかな、なんか新島城の奥さんの、新島城っていうのはあの京都の、京都の何でしたっけ、同志社大学かな、同志社大学を作った新島城の奥さんの話が、八重さん1月から始まるということもありますし、なんだかんだ最近はあのキリスト教が認められてきたような、キリスト教が認められてきたような、そういう傾向がありますよね。はい。それからですね、あと 何かあったかな。あ、そしてですね、あの明日からあのブロマガ、皆さんブロマガって知ってますか。このニコ生でブロマガっていうのがありまして、ブログとメールマガジンを一緒にやるようなシステムがあるんですね。で、明日からあのユーザーにも開放するそうですね。で、私もちょっとやってみようかなと思っておりますので、ブロマガをやろうかなと思っております。無料の、ブロマガを作ろうと思っています。有料ではありません、ね。はい。それから、あ、今日もブログ短め、すみません、ちょっとあの長めに書いてくれません。その今日のブログをちょっとコピーしてやろうと思っておりますので、ゆっさんちょっと長めに書いてください。最初のブログを書こうと思いますので、ちょっと長めに書いていただけると嬉しいんですが、了解、ありがとう。コピペでブログを作るという。はい。それではですね、何か話す話あったような気がしたんですけど、ちょっと忘れちゃったな。はい。じゃあ英語行きましょうかね。英語行きましょう。お待ちかねの英語ですね。このヨハネ17はちょっといろいろたくさんいいところがあるので、4節ね、4節。I have brought you glory on earth by completing the workYou gave me to do. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. 私は あなたがするようにくださったこの技を完成する、ことによってこの地に栄光をもたらしました。私はあなたがするようにくださった技を完成することによってこの地に栄光をもたらしました。 I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do。 あの、これはどういう意味かというとですね、この技っていうのは皆さんあの話してきた十字架ですね。十字架は、天のお父様がイエス様にあの死なさいと言った技なんですが、イエス様はこの十字架という技を、成し遂げることによって十字架の技を成し遂げることによって神様に栄光をもたらしていると言ってるんですね。つまり十字架というのは、父がイエス様に、死なさいという技であり、
そしてこれをこの技は、この技はイエス様が、ね、父なる神に栄光をもたらしているものだということですね。十字架は神の栄光なんです。神様の栄光なんです。神の素晴らしい栄光を表しているんです。そのことを皆さんぜひ理解してください。十字架は神の栄光です。その十字架によって、ね、神の愛が示され、十字架によって多くの人が許される。十字架によって南京大虐殺の罪を許されるんだよということです。あれだけたくさんの人を殺した、あれだけたくさんの人を殺した、その日本の罪が十字架だけによって、十字架だけによってその大きな大きな罪が許されるんだということです。日本の罪が、日本の罪が、日本の罪が十字架だけによって、十字架だけによって許されるんだということです。しかしそれは悔い改めなければなりません。悔い改めて、日本が悔い改めて、悔い改めて、悔い改めてイエス・キリストを信じることによって、十字架によって、十字架によって日本は許されるんだ、日本は許されるんだということです。皆さんぜひそのことを理解しましょう、理解しましょう。日本が救われるには十字架しかないんだ、十字架しかないんだ。しかし日本が悔い改めるためにその南京大虐殺があるんだ。南京大虐殺は悔い改めるそのきっかけなんだ。悔い改めるその悔い改めるために神様が与えてくれた罪なんだ。神が与えた罪という語弊がありますが、神様が悔い改めやすくするために日本が犯した罪なんだということです。だから皆さん、南京大虐殺を悔い改めるのです。国民、日本人一人一人が、日本人一人一人が悔い改めて、悔い改めて、日本が救われるために悔い改めて、イエス・キリストを信じる一人一人が信じなければならないのです。一人一人が信じて日本が救われなければならないのです。本当に皆さんが日本を救いたいならば、日本が祝福されたいならば、悔い改めるべきなのです。もし悔い改めないなら、それは日本を呪っていることになるのです。日本が救われないことを、救われないようにしていることだということです。ですから皆さん、日本人なら日本を愛しましょう。日本人なら日本が許されることを求めるべきです。皆さん、罪は深刻なのです。罪はですね、許されなければならないのです。日本が許されなければ日本は滅ぶんです。日本は、日本が悔い改めなければ日本が滅びるのです。ですから皆さん、ぜひぜひ皆さん一人一人の悔い改めが必要なのです。今こそ、今こそ日本は悔い改める時ではないでしょうか。今日本が悔い改めなければいつ悔い改めるんですか、ね。日本の歴史は、ね、罪の歴史なのです。日本の歴史は罪の歴史なのです。今悔い改めなければ日本は滅んでしまうんです。日本は滅んでしまうんです。日本が救われるためには、今救う、今悔い改めて、今悔い改めて、日本を救うのは皆さんなのです。日本の歴史の中で、ね、皆さんは本当に日本が救われるその素晴らしいチャンスを持っている、機会を持っている時なんです。皆さんのその信仰によって、皆さんの信仰によって今日本が悔い改める良い機会なのです。ですからサタンに騙されないで、サタンに騙されないで悔い改め始めましょう。日本が悔い改めるのです。そうすればさっき聖書にあったように、神様は、神様は、真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。すべての悪から私たちを、罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。
日本のリバイバルです。日本のリバイバルです。日本がリバイバルを起こす良い時なのです。悔い改める時なのです。神様が悔い改めるチャンスをくれているのです。悔い改めるチャンスをくれているのです。南京大虐殺をね、皆さん本当に、今ネットという素晴らしいその、ツールがあるので皆さんでしっかり、見ることができます。で もしそれでも分からなかったら南京に行って記念館に訪問に行ってください。そうすればきっと悔い改めることができると思います。はい、それではもう時間なくなっちゃいました。明石タイム行きましょうね。鳩山さんよく言ってくれましたね。鳩山さんよく言ってくれました。明石スタート。鳩山さんよく言ってくれた。明石スタート。天皇崇拝は恥ずべきことだと思いました。南京の罪を認めたら恥ずかしい。鳩山さんは霊的にも鳩派だと分かりました。多くの人に御心が行われますように。イエス様は皆に平等です。天皇が南京に行って謝罪すべきだと思います。韓国人のために日本人は悔い改めるべきだと分かりました。鳩山さんがイエス様に悔い改めますように。そうですね、クリスチャンになるといいですね。天皇制を廃止するべき。日本の悔い改めに立ち会えて涙しています。会社の皆に、南京の事実を伝えたいです。天皇制はいらないね。台湾にも謝罪したいです。改めてイエス様にしか救いがないと思いました。イエス様は義の太陽となって来てください。僕も日本人の罪悔い改めます。争いを起こす心を悔い改めます。ブログの更新夜中になりそうなので朝見てください。はい、わかりました。ゆっくり書いてください。南京大虐殺は自民党政権でさえ認めている。そうですね、自民党政権も認めています。悪いことをしてしまった国々に全部謝りたい。アメンアメン。この放送で天国ポイントが 急上昇中です。僕は従軍ヤンプのことで世界中に謝りたい。
この放送で日本人が恥ずかしくなってきました。素直に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、本当の愛国心は日本が、ね、悔い改めて、神様に祝福されることが本当の愛国心です、ね。日本が、罪が許されないことは愛国心ではありません。本当に日本を愛しているならば、悔い改めて、罪が許されることが本当の愛国心ですね。ですから、その日本が、居直ることが愛国心ではありません。日本は悪いことしてないということが愛国心じゃないんですね。日本が本当に悪いことしたと悔い改めることが、日本が悔い改めてね、罪が許されて祝福されることが本当の愛国心なのです。本当の愛国心は日本が祝福されるようにすることなんですね。多くの人は勘違いしてね、日本が正しいと言い張ることが愛国心のだと思い、サタンに騙されて、日本が、日本人が中国人よりも偉いとか、日本は正しいことしたとか、ね、そういう傲慢さが愛国心ではないのです。多くのそういう中国人を殺した軍人はみんな傲慢だったんですね。傲慢ね、中国人は人間じゃないかのように首を切ったり、日本刀で首を切ったり、お腹刺したりね、そういうことはね、その日本人として傲慢だったということですね。愛がなかったんですね。愛がなかった。はい、皆さん、ぜひ、日本が本当に、正しい国になるためには、罪を理解しなければなりません。では、皆さんの中でね、一緒に悔い改めて、日本が許されるように、南京大虐殺の罪が許されるように、キリシタン迫害の罪が許されるように祈りたい方、イエス様を信じて、日本が許されたい、許されることを一緒に祈りたい方、アメンと言ってください。一緒に祈りたい方、アメン。日本を救うために一緒に祈りたい方、アメンと言ってください。アメン。アメン。犬さん、アメン。犬さん、アメン。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 皆さん、日本のために一緒に悔い改めましょう。日本のために、日本を愛するために、一緒に、祈りましょう。悔い改めましょう。アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。それで、ですね、10時から、犬さんがリレー放送しますね。タイトルはちょっとわかんないんですが、犬さんがリレー放送10時からしますね。見てくださいね、犬さん10時から。はい、じゃあ一緒に祈りましょうね。一緒に祈りましょう。天の父様、南京大虐殺のその、事件、私たちが直接殺したわけじゃありません。67年前の人たちが、天皇の名において、天皇の名において殺した大虐殺です。そしてそれを、日本は悔い改めないで、それを認めようとしないで、中国や韓国から反感を買っています。
悪いことをしたにもかかわらず、悪いことをしたにもかかわらず、謝らないで居直っている、なんと、卑怯な国でしょうか。私たちの母国がそのような卑怯な国であることを恥ずかしいと思います。どうぞこの日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。日本がそのようにサタンに騙されてとんでもないことをし、またとんでもないことをしただけではなくて悔い改めないという非常に卑怯な国であること、本当に日本の罪を許してください。日本の罪を許して、悔い改めるように、鳩山さんのように事実を知って、事実を知って悔い改めるように、多くの、これから日本人の人たちもその事実を本当にしっかりと見て、日本がどんなことをしたかということをしっかりと理解することができますように、そして本当に、中国の人たちに悪いことをしたんだ、中国の人たちを本当にひどいことをしたんだということを、誰が見ても分かること、悔い改めたくないから、謝りたくないから、それを事実をしてしたいかもしれない、しかし正直な人はそれを認めて悔い改めると思います。どうぞ一人でも多くの日本人が事実を認めて悔い改めて、この日本が滅びないで、日本の罪が許されるそのような悔い改めと、そしてイエス・キリストを信じて、十字架を信じて救われていきますように、一人でも多くの人が救われて、日本が救われていきますように、どうぞイエス様、日本を憐れんでください。日本の罪は大きいですけど、あなたの愛は大きいです。この日本を憐れんでください。そして、日本によって傷ついた多くの中国の人たち、韓国の人たち、アジアの人たち、まだ生きている方もたくさんいます。またその家族の殺された家族でもうたくさんいるでしょう。まだ傷ついています。彼らを癒してください。慰安婦の方々を癒してください。強制労働をされた人たちを癒してください。殺された家族の方々を癒してください。まだまだ苦しんでいます。まだまだ傷が傷んでいます。イエス様、どうぞ、そういう被害者の人たち、被害者の家族の人たちを癒してください。彼らの憎しみ、恨みを取ってください。日本が、謝罪することによって、日本が謝罪することによって彼らの気持ちが少し和らぐのではないでしょうか。イエス様、どうぞ日本が犯したことによって傷ついている人、まだ生きている方もたくさんいると思います。彼らの傷を癒してください。彼らの傷を癒してください。彼らの本当に67年間苦しんできた、その苦しみを癒してください。イエス様、どうぞ日本が許されますように。あなたがそのためにイエス様が十字架にかかって死んでくれました。イエス様のゆえに、許してください。十字架のゆえに日本を許してください。日本の、全ての歴史上の全ての罪を許してください。日本の犯した罪を許してください。偶像崇拝の罪、不貧困の罪、あらゆる罪、日本が犯したあらゆる罪を許してください。イエス様、今この放送を通して宣言します、願います。日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。南京大虐殺の罪を許してください。南京大虐殺の罪を許してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン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 。イエス様、許してください。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。ハレルヤ。ハレルヤ。アメン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 。